We are here. WA Radio. WA Radio. クリーは実る。大塚ひろこ。柿畑まゆ。ちょっとまた昔の話になっちゃうんですけど、うん、アメリカでその、戦争が、前に活動してた女性のビッグバンドの話で、インターナショナルスイートハーツオブリズムっていうかなりこう有名な女性だけのビッグバンドがあったらしいんですけど、そこのこうソリスト の女性が実はそうですね、多分レズビアンだったのかな、うん、で彼女が、まあ、違うところで出会った演奏者の人と当時は彼女も旦那さんがいらっしゃったみたいなんですけど、もう旦那さんとも別れて、でその新しいパートナーとシカゴに移って、シカゴで1950年代にもうかなり早いですけどね、ゲイスポットっていうところ当時のクアの方たちが安心して活動できる場所を作ってたっていうのを聞いて、なんかまあなんていうのかな、当時 の戦前の女性たちがすごくこうなんだろう、女性たちの活動生活に関してかなりいろいろ世話を焼いてたらしくて、いろいろ心のサポートとかもしながらこう助け合ってたようなところもいろいろ出てきてて、でなんかそうやってこうなんか安心できる場所、まあ、50年代に作られてて、そういう、ね、なんかもう特に男性女性と区別せずにそういう場所を作ってるっていうところはなんかやっぱりいいなというか、今、まあ、当時はすごくね珍しかったで大変だったりしたと思うんですけど、50年代で大変ですよね、きっとね、そうかなり周りの目は大変だったろうなと思うんですけど、今、ね、それをこう思い浮かぶと、まあ、早いというか、まあね、いい話だなというか、なんか男性女性がやるっていうところは関係なく安心できるいろんな方が、まあね、集まる場所っていうのはいいなと思いましたね。これ私のちょっと話それますけど持論なんですけど、うん、いい酒場は女性客の4割いると思ってる、うん、あ4割、うん、しかも1人のお客さんもね、あそれ大事です、1人のお客さんっていうのが大事ですよね、女性がそうしないと、うん、多分景色も良くないし、はい、いい心地よさがないと思っていて、なるほど、これ持論ですよ本当持論です、でその方が美しいと思っていて時間も流れる音楽も、はい、マスターのこだわりじゃなくてバランス見た方がいいと思って、それは多分セレクトする音楽はもちろんベースはあると思うんですけど、同じだと思うんですけど、はい、でも自分もねある時からやめたんですよ、これを聴け的な曲、お店流してる音楽ですよ。でも本当周りを見ながら今日こんな感じだなと思って、うん、薄く流すことにしたりとか、そうかそうか、もうこれ聴けではなくて、もう本当ガランスを見るみたいです、うんうん、そうそう、なんか頑固なジャズおじさんがちょっと卒業したかもしれないです、なんか50超えてようやく、そうです、きっかけはなんか綺麗なお姉さんとの出会いとかいやいや、それはね、それはね、きっかけはねやっぱいろんなやりきった結果ですよ、やっぱ主張してたなと思って、そう、うん、自分がね、自分はプロではないし、うん、バーテンダーとしてはプロですけど、うん、セレクターではないし、うん、でも空間作りとしてはプロだと思ってますけど、うん、まあ、その一つのツールとして音楽だと思ってはいて、うん、大事なんです、すごく大事です、うん、私にとっては、それをなんかね主張してたなと思って、自分のなんかこうグルーヴ感に合わせたなと思って、そうなんですよ、まあ、これ良くないなと思って、そうですか、うん、なので最近もう一切やめました。でもこうどうしてもでもその中に自分が入って、まあ、ありますよ、ありますか、ありますよ、もちろんもありますよ、を知りたい、これは今聞きたいなということがありますけど、うん、そこを抑え、そこはちょいちょい挟みながらも、うん、やっぱバランス取りますね、はあ、自分の好みはもう一切お、まあ、ちょっと置いときつつも、本当でもベースはもう出来上がってるので、ザジョウさんベースは出来上がってるので、そこから外れようがないんですけどね、外れようがないんですけど、例えばこういう天気何聞きたいかなとか、自分がじゃなくて、自分がじゃなくて、自分どうしてもこう暗い方に行っちゃうので、すごくすごく暗い方に行っちゃうので、いやまだ暗くしなくていいでしょみたいな、やっぱそういうのって女性目線はだいぶ気にしてましたね、そうか、体感的に、女性がどう思うかっ
うんうんうん、うわそれを感じていただける場所は本当に心地いいですね。まあ、今お店やってないですけどね、どこもないですけど。いやそこぜひぜひ欲しいです。自分なんか将来的にはそういうのも垣根をカテゴライズしない何か空間をやりたいと思っていて、うんうんうん、それが何だろう、スナックでもなくバーでもなく、うんうん、サロンでもなく、あそこに行けば何かがあるみたいな。あ、はい、まあ、もっと女性が来やすいお店を作っていきたいなと思ってます、そうです。いやもうそういう場所ぜひぜひぜひお願いします。